マノカムワレから1920年2月26日は、大日本帝国海軍領巡海軍経理部長、海軍主計総監、主計少将,将。高4級禁止勲章。別名はヒデオ。安政2年8月22日に、紀の国黒江町に生まれるとする文献もあるが、武蔵国豊島軍育ち。はじめ、親戚の家系平三郎に寄宿し、林鶴を。 大沼鎮山の下で漢学を治める。さらにグリンンロザ山の築地学校に学び、1878年1月に慶応義塾に転ずる。1880年慶応義塾生科を卒業。同窓に屋台佐を、戸張幸里の助など。そのまま慶応義塾の領長研教員となるが、1885年8月に海軍主警官臨時採用試験に合格。 海軍主刑となり、1887年海軍省主刑として、海軍主刑が公共委員権人幹事、1891年常備官大秘書となり、井上義嘉大将、有地品野城中将、愛浦元道中将、伊藤助行元水などの配下についてその名を挙げる。1893年に、イギリス出張、造船造兵監督会計官となる。 都営5年後の基調の際には、横須賀経理第二課長に就任。日露戦争が始まると、海軍主計代言に就任し、関西本部会計課長。功績により、訓後等総合局実証を受賞。終戦後は、呉海軍交渉会計課長、さらに、旅順海軍経理部長海軍主計代言となる。1910年に、海軍主計総監に承認し、 公美役、1919年に海軍主計少将、著書が多く、慶応義塾でも長く、教鞭を取った。ありがとうございます。